俺のハゼ、俺のハゼ、ハゼ。ちょっと対策しましょう。よし。これじゃ。よし。日焼け対策は安全です。あれからはヒットなし。さすがドラゴン坊主。なんでこんな名前つけた。日陰対策してるのかい。私の名前はヌーチー。ヌーチー。ヌーチーじゃない。ヌーチー。いや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 。そうはい、はい、これからですね、磯目をかけた、はい、男気じゃんけんを、はい、最初のヌーチーじゃんけんぽん。ヌーチー支払いです。あ、支払いだ。やっぱこのまま行った方がいい。そう行ったんやけど、追っかけますよ。これ一人だけだと、ほら変な人だと思われるんじゃん。バイトしてきた。頑張ってバイトしてきたの。そう、企業愛好連の理事長として、うん、釣らせない、うん、釣れさせない、うん、釣れ去られない。いや僕ここで見てますんで頑張って釣ってください。磯目くださいって言って。あいつ何やってんだろう。帰って。いや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 、早く帰えよ。行きましたね。行ってますね。だんだんきついと、このまま帰るかわからないと。初めてのお使いですね。帰れました。これでまた一人救われた。救われたの？だってあの人はだってヌーチー側で考えれば捕獲しようとしてるんですよ。現行犯だからまだ。あ、いいんだそれは。そこ緩いね。針とか刺さってたらもう速攻にもう射殺だよね。射殺なの？だってさっき必殺技使ってたんじゃないの？射殺。射殺なの？ヌチ突っ込みどころがたくさんあるよ。コンセプトが揺らいでいるよ。ね、何言ってんの？ヌチガタガタだよ。笑ってんじゃないよ一般人。前さんにして切ってやるぞ。さっきの見ただろ。あ、見てねえあの人。そうだ。貝みたいになるぞ。はい。孤独で苦しんで死んでしまう。それが貝。そうなの？すげえ群れなしてたけど、寂しそうじゃなかったけど。カット。どうすか兄さん。いないっすね。さっきみたいな。どっか回ってきちゃったか ね。さっきすっげえいたのにね。ちょっとあれですけど。こませまいで。もっと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 まいもっと。ちょっと待って。何？環境汚染だな。違う違う。ごはんだ。君たちのお前子供たちにご飯をあげてんじゃないですか。そうですよ。なんかいいやつじゃん。これはね、めっちゃ集まってきますよ。これ高いよ。わかんない。500円ぐらい。500円ぐらい。そんなにもう高くないです。75円分落ちたね。嫌なこと言うんだな、この人。さ、普通の及川さんに戻って、はい、スーさんに戻って、はじめまして行きます。はい、おちゃん。サビキングですよ。サビキングです。
餌はつけません。投げ釣りと今日はサビキング、あなたがやったのは投げ釣り、はい、ちょい投げ釣りと言います、はい、サビキングを、そうです、こんな感じで、でこれをコマ線にして魚寄せ詰めて、これが疑似餌になって、これが疑似餌になってパクッといくっていう、バカだねアクションいやいやアクション、いやどんどこ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 いやカメラ持ってないですけど別に多分その辺に多分ボラの群れがいるね、あ、もう来てる、そうそう来るよ、ボラといえばヘルブルーかぶりましたね見事に、僕ブルー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 チビがいるぞっていうことはうわ、飛び落ちる、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てるよ、ほら完全に、いやこれは地球釣ってますねおう来てる感は出てますよ、来てる感は、来てる感は釣り番組やります、どうもプロクリアのトヨタです、今日は、投げ釣りというものをですね、はい、皆様と一緒に、はい、ご覧になって、来た来ましたね、これ来ました来た、そうそうそう、そういう時は落ち着いてください、あまり上げるとね、ロット上げるとバラしてしまう可能性があるかもしれないロットめっちゃ上げてますけどこれ、はい、リールをね、壊さないようにこう手で、だってガイドがもうボロボロになってますよ、危ない危ない、あっ釣れたんちゃう、釣れたんちゃう、いや、わかんないです、もしかしたら巻き続けてください、はい、いるな、仕掛けちぎれてますけど針ないですけど、サメかな、この糸のちぎれ方からしてサメだな、そこの紫のお兄ちゃん気をつけてね、サメ出るよ、兄は兄でまたこれまた何にもないんですね、何もないんすよ、いやこれからですから、兄が巻き餌したせいか、はい、でも多分可能性的には、うん、魚集まってる可能性は高いですよね、下の方とかね、あ、餌の追い荷が追記っつって来てる可能性が、可能性もある、頑張りましょう、し勝つまでは、まだ一匹だからね、はい、はい、時刻は、16時半ですね、夕方4時半になりました、兄が一人で頑張ってるんですね、ああやってけなげですね、見てくださいあの背中、哀愁がありますね何してるんですかね、彼何してるんですかね何に祈りを捧げてるんですかダメダメよ、お、応援してるのか、こうすごい呪いみたいなねなんです、中国の五体統治ですね中国のお辞儀の仕方で背中を置いたんですね何してるんですかね、彼は兄を狙ってるんですか、兄を狙ってるんですか、後ろから襲いかかる気ですねバレたバレた、逃げた逃げた、あー惜しかったですね、ヌーチー、ヌーチーのあの保護活動ですね、今のはきっとあんな感じで、あいいじゃん、あいいじゃん、あいいじゃん、あそれ、あそれいいじゃん、あ釣るの、あいいね、食いていってね、そうそう食いていってね食いていってダメだよ、つっちゃダメよ、つっちゃ、クイクイって釣っちゃダメよ、ね、釣ったらダメだよまた呪いをかけてますね何がしたいんだろうダメだよ、釣っちゃダメだよ、多分ね、そう、釣っちゃダメだよって、クイクイはダメだよって、ダメ手振ってますね、何おじさんが不思議そうな顔で見てます追っかけます、遠目から
正面から行きます。買いに行ってますね。すげえな、あいつ本当あのまま。いや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 、行けよ、耐えよ。何やってんだよ。餌ですよ。私正面から見てますから、買ってきてください、そのまま。俺一人だけだと思うか、変な人だと思われるんじゃん。どんな反応するかなと思って。おー、釣れたんすか。あ、かわいいっすか。餌、あ、あれだ、れな、え、紫貝じゃなくて、うん、紫貝。いや、違う紫貝。何してんだよ、お前。おあ、これを餌に。どんなことやるんですか。何して取ってるんですか。これ大事ですか。あ、クロダイ？クロダイよ。クロダイってあっち側の磯場の方ですよね。あの、あったの堤防とか来ました。うん、近くこの道具、道具なんつうんだろうね。これ、オークマ。おー、すげー取ってる。うわー、すげえ。なにこれ。うわ、すごい。おー、おー、おー、俺いっぱい取ろう。俺いっぱい取ろうって言われて。これ面白そう。どうやって取るんですか、あなた。すごい、なんすかこれ。こんなくっつき方してんの、すげー。このまますか。だってあいつらすごい。すごいですね、歯がね。石大黒大のところですよ、歯が。俺初めて見たけど。あ、で、これでもう100発100中でいけるみたいな。100発1中だって。これだけ頑張って100発1中です。ありがとうございました。じゃあ、一人で買ってきてください。